皆さん物質の性質がどうやって決まるか知ってますか？例えば鉛筆の芯の材料グラファイトですね、これは黒くて柔らかくて電気を通します。でミクロな目で見ると炭素原子が蜂の巣状にネットワークを作って、でそのシートがたくさん積み重なったそういう構造をしています。同じ炭素原子でも今度はこんな風に結合の手が4本、まあ、こんな感じかな、1本2本3本4本こんな風にお互いきっちり結びつき合ったそういう構造をすると、透明で、硬くてで電気を通さない、つまりダイヤモンドになります。同じ原子なのに構造が違うと性質が全然違うわけです。で物質の性質っていうのはその構造の中で電子がどんな振る舞いをするか、でそれで決まります。まあ、言ってみたら、構造が性質を決めている、そんな風に言えるわけですね。じゃあその構造というやつは物質ごとにどうやって決まるか分かりますか？まあ、答えを言ってしまうと物質の中の電子の持っているエネルギーを全部足し算します。でその一番足し算した値が小さくなる状態、まあ、リラックスして一番楽な状態ですね。そうなるように構造っていうのは決まるわけです。物質の中の電子の状態、つまりどんな性質をしているのかなっていうことが構造を決めている、そういう言い方もできるわけです。つまり物質の性質と構造、まあ、これは、まあ、鶏が先か卵が先かみたいな関係ですね。皆さんが今暮らしている気圧とかそれから気温の中で、炭素はこのグラファイト構造の方がエネルギー的に一番安定です。で圧力と温度がもっと高い条件下だとこのダイヤモンド構造の方が安定になります。まあ、天然のダイヤモンドっていうのは地中の奥深くの高温高圧の状態で出来上がって、それが火山活動で地表に出てきたものです。で私はあの物質に高い圧力をかけたり、それからうーんと低い温度まで冷やしてどんな性質になるかっていうのを調べています。まあ、身の回りにある物質の性質、例えば鉄が磁石につくとか、水は液体だけど、まあ、冷やすと摂氏0度で凍りますよとか、そういうのは地球の表面の圧力の条件の下だけで成り立つ性質です。でちょっと宇宙に目を向けてみて、例えば木星なんていうのは水素が主成分です。で水素っていうのは皆さん気体ですよね、知ってるのは。でも木星はすごく重い天体で圧力が高いです。で高い圧力の状態の水素っていうのは固体になっていて、しかも金属で電気通すっていうふうに言われてます。で実験室ですごく高い圧力にして金属水素を作ろうっていう、そういう実験は高圧化の物性研究の中では花形のテーマの一つです。まあ、物質の本当の姿を探る上で圧力技術っていうのはすごく強力な武器です。まあ、皆さんもその小さな世界の井戸の中のような小さな常識にとらわれないで物質の本当の世界っていうのをぜひ想像してみてください。